は11時19分になります。東京有楽町日本放送の制作で福井放送、ラジオ大阪、高知放送、大分放送の皆さんにもお送りしています。あっこのいい加減に旋回です。12時台後半にはいつものようにクイズ、あこちゃんに叱られるもありますんでね、はい、ぜひ電話番号を書いて、メールは akko@1242.com まで、ファックスの方は 0570-021242 までお寄せください。番組の感想、そして増田岡田さんへの質問などもどんどんお寄せください、はい、それではお待たせいたしました、はい、スタジオには増田岡田さんです。待ってました、待ってました。おはようございます。おはようございます。この番組に5年ぶりです、はい、うわうわうわ、ありがとうございます。5年ぶりって覚えてる、これはね、はい、アッコさんが先週ね、放送聞いてたら、アッコさんが全然覚えてらっしゃらなかったんですけど、聞いてた。いや、我々も覚えてないです。覚えてないいやいや、すいません。リオの時ですよ。あ、リオオリンピックの時に、はい、私、日本放送からリオに行けと言われていたので、はいはいはい、お二人を、なんかパートナーにアッコさん3人でラジオされたんです。やったね。全然覚えてない。いや、だから緊張でパニックで覚えてない思うんですよ。今私は何なの君なのに緊張した、興味がないって興味がない。いや本当に覚えてないんですよ。いや何回も言わんでよろしい、本当に。いやだけどアッコさんが今ちょうどオープニングでね、はいはい、三村さんの家を突き止めて、はい、家の前でピースしてる写真2人見ました。見ました、見ました、ゾッとした、ね、なんか美術館のモニュメントみたいな、銅像みたいになってました。危ない、本当にこれは自分の自宅に置き換えたら、いや怖いですよこれは。本当に三村さんも早急に自宅改めてね、ちょっと探して、いやいや引っ越すかと思ったけどね、三村は三村でその夜電話でね、20分ぐらいお酒飲みながら、あいつもリビングで飲んでて、はいはいはい、私も飲んで、三村は喜んでんの、でライブで喋りたい、写真くれ言うて、はいはいはい、本当ですか、はいはい、三村のメッセージは写真をくれなかったんですよ。へあくまでもシャレだから、シャレ、そうです、本当に近かったの、レコーディングスタジオ、しかもよりによってレコーディング早く終わってっていう時間があってね、あれ暗くなったらもう行ってないもんね。そういうのもだからもうお二人もそういうなんかアッコさんにやっぱ自宅の前でね写真を撮ってもらうということも、なんでやねん。我々ホテル住まいなんで、ホテル住まいなんで、そうです、あのほぼあの車中泊、キャンピングカーで生活してますんで、はい、すいません、はい、いやでも、はい、岡田さんは偶然アッコさんと最近、はい、まあ最近でもないですけど新幹線に乗ったことありますよね。あれ去年の10月、そうや、はい、まだ、まあ、こういう状況ですから、なかなか新幹線もお客さん少ないのにですよ、はい、そうガラ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 や、ここ写真ガラ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 やのに、俺もいつも決まってるレギュラーのね、松田も言ってるあのゴゴスマで、うん、はい、もう大概もマネージャーから来る席は決まってんのよ毎週、うん、いつもの席、いつもの席、うん、ガラガラやのに、うん、おんねんそんなことある。いや私もびっくりした。いやいや本当に、ね、本当に、あ、岡田入ってきたら知らんけど、はい、パッと人入ってくるとね、私は下向く癖あるんですよ、まあ、まあ当然ね、はいはい、それなら、うわっおはようございますって触れた声で言うから、パッとうわお互いワオワオや、ほんでお互いワオワオ、そんなん言うたらどっか行くと思うやん、自分の席探して、うん、僕ここ真横なんです、真横、真横や、通路を挟んで真横、真横や、ほんま普通、多分おそらく俺の方が多分予約早いのよ、うん、それはアッコサイドに問題があんのよ今ね、席取んのはね、わかんのよ、誰が座ってるか、ここは空いてるとこ取れるないうのをちゃんと、なるべく離れたところでね、そう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 、はい、うん、だからあの車両の中で本当に大げさじゃなく2人きり、2人だけや、運転手とバスガイドみたいなもんや、先頭に2人はっきり言って、そんなことある？もう話盛り上がったでしょうね、車両の中で。車両の中で、それっきりや、もう。挨拶したっきりや、もう。こちらなんかこういう機に、なんかね、アクさん、なかなか新幹線で移動するそういう機会ないんで、なんかもうピクニック気分でマネージャーと二人で駅弁食べてた。最近あの時間に駅弁食べてる人おらんよ、最近。新幹線の中で、なんか喜んで食べてはったわ。やっぱこれもう変なんですよ、やっぱりもう引きつけられる、なんか二人とアコさんは。あった。もうお任せも、まあ、ずいぶん長いわけじゃないですか、出演歴は、うん、はい、この後いろいろお二人の最初のアコさんのイメージとかね、はい、いろいろ伺います、どうぞよろしくお願いいたします。